昭和から令和にかけて日本のエンターテインメント業界で輝き続ける沢口靖子。彼女の若き日々は美貌のみならず、その周りで繰り広げられた数々の伝説によって今なお語り継がれている。沢口靖子の美しさは、彼女がまだ学生時代の頃から伝説級と称されていた大阪府立高校に通っていた頃、彼女の周りには常に追っかけがおり、その美貌は専用車両が設けられるほどの騒動を引き起こした。彼女を守るため、沢口靖子親衛隊なるものまで結成され、学生からの支持は絶大だった。彼女の魅力は、地元の小学校時代から光り輝いていたテレビ番組あいつ今何している、で登場した恩師は沢口靖子が芸能人になってもおかしくないと述べており、彼女の特別なオーラは当時から明らかだった。沢口靖子の美貌は1984年の第1回東宝シンデレラオーディションで3万人の候補者の中からグランプリを受賞することで国民的に認知された。これは彼女の外見だけでなく、その才能もまた業界で高く評価されている証拠である。続きはまた別の動画で。